にちは。ちょっとすっぴんなのでスクショはしないでくださいね。ありがとう、見に来てくれて。こんにちは。おっとっとっと、でこれで、メイク、オッケー。こんにちは。ちょっとマジで今も髪ボサボサのスッピンっていう最悪の状態なんですけど、ちょっとメイク配信しよっかなと思ってやってみます。やってみます。あ、花ありがとう、ハートありがとう。ただメイクをします。ちょっとマジで普通にデコ出しやばいんでスクショしないでくださいね。最近マジ顔のむくみがすごくて、なんかゴリゴリしたい、ここめっちゃむくんでて、なんでだろう。今日日焼け止めはいるかな、ちょっと塗るか。日焼け止めは見て YouTuber はアリーです。ね、ちょっと扱ってるね。焼けたくないよね、どんな時でも。血を塗っとく。肌綺麗、嬉しい。おでこにニキビできてて悔しい。何に対してか分かんないけど辛い。こんにちは。出してきました。ありがとう。みんなお仕事中？こんにちは。日焼けで目塗るだけの顔やばいんだけど。めっちゃブサイク。まあそういうことは置いといて。いや。よいしょ。こんにちは。台湾まで蕎麦食べるの？いいな。あんま食べたことないかも。こんにちは。お仕事中？ありがとう。本当ありがとうね。こんにちは。ありがとう、ハート。スピムかわいい、ありがとう。よし、本格的に日焼け止めが塗れたのね。メイクしていきます。やっぱね、いつでも日焼け止めは大事。下地このさ、振った時のこの音好き、わかる？いい音じゃない？え、わかんない。これ振って使うやつなんやけど、2、3回って書いてるね。この何も振らんくていいやつです。好き、これ。なんかメイクやってんなみたいな感じ出るよね。めっちゃ小学校の時のさ鏡恥ずかしい。なんか多分雑誌の付録かなんかでついてきた鏡。こんにちは。ね、よく混ざっていい感じよ、下地も。
多分こんなに振らんでよかったけどね。バーテンダー行ったことない。こんにちは。ね、でも可愛いよね。ちょっとキャラは何のか分かんないけど、本当ありがとう。鏡なんか映れば何でもいいからね。こんにちは。え、そう、キョッピーとマジで飲み行きたいんだよね、私は。やばい、キョッピーお酒飲めるのやばい。ちょっとマジ飲み行きたい。飲み行こう、キョッピー。マジで行こう。キョウちゃん最近会ってないな。タンプレもさ、誕生日前に買ってたの、キョウちゃんのタンプレ。なかなか会えなくてさ、結局誕生日前に買ってたのに誕生日だいぶ過ぎて渡しちゃって、渡したかった。すぐなかなか会えなくて寂しいです。ねえ、キョウちゃんお酒強そう。なんも知らんけどイメージね。私マジでお酒弱いのね、全然飲めなくて。マジ弱いけん、絶対きょうちゃんのが強いと思う。こんにちは。くるみちゃんはね、割とくるみちゃんのスケジュールは大体把握してるから結構合うんだけどね。いや、わかんない。飲めるのかな、知らん。聞いたことない。飲めそうじゃない、イメージに。勝手な偏見。山ちゃんいいね。山ちゃんでもさ、それこそきょうちゃんとさ加入したて、二人とも最初ホテル暮らししてた頃さ、山ちゃん二人で行った。ホテル暮らししてたの懐かしいな。大変だったな、ホテル暮らし。こんにちは。行ったの懐かしい。全然二人とも、私はまず全然当時も成人してたけど、きょうちゃんは未成年の時で、普通にソフトドリンクで。山ちゃん二人とも初名古屋手羽先だった、その時。懐かしい。楽しかったな。みーちゃん、私がさ、まだ二人でさご飯行ったことないの、サクだけなんだよね。マジでサクご飯行こう、そば食べ行こう。見てないのに言うっていう。とみんな二人でご飯行ったことある。うんぷ、ありがとう。マジで十割そば食べたいんだけど。そばさ最近ハマってる。そろそろ飽きそうだけんさ、飽きる前にサクと一緒に行きたい。夏過ぎたら飽きそう、多分そば。飽きるの早いからさ。この前も一人でそば食べ行って、なんか名古屋駅のさとこにあるお店がすごい美味しかった。なんか飲み屋っぽかったけど、そばも売ってて美味しかった。
お蕎麦とおにぎり、おにぎりも美味しかったな。食べました。こんにちは。今日はゆったりメイクしてる、なんとなく。よいしょ、こんにちは。ファンデーションです。次はファンデーション塗らなくてもさ、綺麗なお肌になりたい。リーナみたいなチュルチュルお肌になりたい。ありがとう、ラッパー。私もでも若い頃あんなお肌綺麗だったのかな。中学生高校生の時はどうなんだろう。でも日焼けしてたもんな、私の場合は。部活してたから。演劇部の時もさ、大道具作るのたまに外で作ったりとかしてたの。ペンキの匂いが臭すぎてさ、外でやってたりしてた。めっちゃ嫌だった外でやるの。だけみんなに何回我慢してって言って中でやったりしてた。なんか3年になっ3年かな2年からか、大道具一人で、私部活で、だから全部一人でやってたのね。なんかペンキ塗るとかの作業だったらさ、別に手伝ってみたいな感じでさやってたんだけど、周りのみんなと。基本は一人だったから、押さえてとか持っとってとか手伝ったりとかもらったりとか運んでもらったりとかやってたんだけど、で外でやってて、外でやってるとさ、目の前で野球部が筋トレしててめっちゃ気まずかった。なのにさ、野球部筋トレしようのに、言うのは当時からお菓子がないとダメな人だけんさ、大道具しながらもさ、お菓子とかさいっぱい持ってんの。めっちゃ気まずかった絶対そんなダメな、そんなことがダメな部活の前でもね、お菓子食べながらするから、ポテトチップスとか広げとった許されない。お菓子がないとさ、私は作業も勉強も何もできなくなる人だから。お、ユンの初公演嬉しい、来てくれるの。それは運命かもしれませんね。ハートありがとう。こんにちは。で、そうやん、マジで申し訳なかったもん。めっちゃさ、野球部がさ筋トレやってるのにさ、一生懸命絶対こいつ毎日お菓子食べてるだけと思われて頑張ってたんだよ、ユンね。こんにちは。こんにちは。ハートありがとう。
高校時代はね、演劇部です。テニスやってそう。テニスめっちゃ下手だよ、私。そうだよ、毎日配信3日目、すごい褒めて。みんな3日も続くことなんていうのじゃないからね。すごくない？超すごいよ、快挙。偉いよね。偉いよね、マジで。思う自分でも偉い。やっぱこういうこと、ちっちゃいことでも自分を褒めていくスタイル。みんなもそうやって自分を褒めて。こんにちは。こんにちは。まあ、イベントの時はね、でも楽しかったな。イベントの時も超重大のたこ焼き配信したり楽しかったな。たこ焼き配信こんにちは。あ、これ？これはね、もう私が小学生の時流行ってたやつだから、今のお孫さんはきっと知らないと思う。お孫さんにプレゼントしたいの？優しいね。私が小学生の時、私もわかんない、これが何か。お孫さんって書いてなかった？孫って書いてたよね。そうだけど、何年前、私が小学生とか、私こんなこと言ったら去年とかですよとかおるんでしょ。分かってんだからね。今うちよって人は戻すんだ、消すんだ。去年とか3年前とか言う人いるんでしょ。分かってんだからね。かわいい、ありがとう。こんにちは。11年前、11年前。ほら、おるおる、そういう人がね。よくないよ。11年前か。めっちゃ前だね。やば、11年前。おすすめの下地教えてください。今日はこれです。マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース。これ SPF50 で、PA4 プラスで、これ私はラベンダー使ってます。リニューアルして半年前ぐらいに。何が変わったかは分かんないけど、リニューアルしてよかった。なんか乾燥はしないし、化粧崩れがしにくいので、よれない、めっちゃし、日焼け止め効果も高いので、めっちゃおすすめ。ちょっとお高め、2,000〜3,000円しますね。でも全然持つ。私はこれは絶対使う、家にストックあるっていうおすすめ下地です。ちなみに聞かれてないかもしれんけど、パウダー、これめっちゃおすすめです。ナーズのリフコ、これも高いけど、ナーズのライトリフレクティングセッティングパウダー、これもう私4箱目です。なんかベースファンデとかの作ったベースを綺麗にそのまま保ってくれるのに、化粧が崩れにくくなるし、表面サラッとしてくれるし、だけどマットすぎないからめっちゃ綺麗に肌見えるし、ライブとかの時も絶対これなんですけど、崩れにくいです。
私はもうメガ割とかで買ってる、高いから。おすすめ、メガ割も過ぎちゃったね。そう、めっちゃいいこれ。でもこれのさ、下地がさ、7月10日くらいに新作で出るから、それも気になっている。わかんない、使ってないだけ。もう7月10日やけん、まあ来てないもんね、7月10日が。そう、またちょっと知りたいメイクだったら教えて、何でも教えますよ使ってるの、ゆうなのでよければ。イヴ・サンローラン一個持ってない、一個持ってないね。サンローラン持ってないね。可愛いけどね、一個も使ったことない。ありがとう、メイクしてなくても可愛い、ありがとう嬉しすぎてずっと顎にパウダー塗ってる。コンシーラーはこれです、イプサのクリエイティブコンシーラー、こちら4色パレットの3色ですねのパレットのやつ。ちょっと鏡がついてるからなんか見せれないけど、こちら使ってます。こんにちは、結婚してリアです。メイク配信してるとこうやってメイク紹介できるから嬉しい。コスメ好きだから紹介できるの嬉しいです。見てほら、もうね、底見えわかる、めっちゃ使いすぎて。これで4箱目ってすごくない？めっちゃ使ってます。4箱目がこうなってんだよ、すごくすぎん？もう5箱目が家にあります、ストックあります、好きすぎて。これないと無理。よいしょ、相性良くなかった化粧品はね、あるっちゃあるけどあんま覚えてないよね。一箱でね、半年以上は使えるよ。そう、でももうずっと使ってる、大学生の時からずっと使ってる。アイドル始める前からこれはずっと使ってる。こんにちは、眉毛を描くときは真剣です。顔整ってる、嬉しい。なんか今日眉毛の調子が悪いな、水が悪かったのかな。眉毛なんて前髪で描けれるからね、適当でいいけど、なんか眉毛に色がついてないとさすがにやばいのでって感じぐらいな。はじめまして、見に来てくれてありがとうございます。お腹空いてきたな。こんにちはうん、ありがとう。
ティスって聞いたことあるな。なんだっけ。シャンプーは今はね、韓国のブランドのやつを使ってます。シャンプー、わからん、名前がわからん、 UNOVE みたいなやつを使ってますね。さっちゃんタワーありがとう。なにこのタワー超かわいい。さっちゃんありがとう、めっちゃかわいい、ディズニーみたい。あつびりさんの CM 動画おめでとう、ありがとう。そのタワー嬉しい、さっちゃんありがとう、嬉しい、最高最高。さっちゃんありがとう。結婚して嫌でね、めっちゃかわいい、ありがとう。さっちゃんお仕事頑張って。お仕事中違ったらごめん。違ったらごめん。こんにちは、昨日見られなくてごめんな。いやそんなそんな、私もお休みメール送っちゃった後に配信しようとか思っちゃったから、ごめん昨日見られなかったこと。そう言って、気分なんていうっけね、配信するつもりなかった日も多分ちょっとね配信するかもしれん、そういう日もある。こんにちは、お腹空いてきた。夜に寝てもいい、24時もだ。そんなそんな、ほとんどないから寝てて。そんなに24時間まで配信することなんてもうめったにないから、寝て寝て、ほんと大丈夫よ、そんな配信大した話してないから。それもよくないか、毎回貴重な楽しい配信です。自分で言う、なんて言ったらいいんだろうね。でも寝てみんな、ちゃんと。こんにちは、あ、おすすめアイシャドウです。見えないね、アミューズです。めっちゃかわいい、これ超かわいくない？めっちゃおすすめアイシャドウ、女の子のファンの方いたら絶対買って、イエベだったら買って、ブルベだったら似合わないと思う。うん、ちょっと色が分からんけんさ、ちょっとスクショして、これ私映んないように。多分これ色味、マジかわいい、これガチおすすめ。マジでイエベのファンの子いたら絶対買ってほしい、マジこれかわいい。浮いてそう、確かにアイスクリームみたい。くるみちゃんとかも制服の目とかでさ、私のメイク使うとき絶対これ使ってる。乾かしてって言ってよく使ってる。マジ可愛いって言った。結婚して嫌です。ハートありがとう。男ですがどうすればいいですか？買うの？プレゼントしてあげてください、誰かに。そう、組み合わせて塗っていくみたいな感じです。え、ちょっと商品紹介うまくない？
どう？お腹空いてきた。やばい、メイク早く終わらせたい。お腹空いてくるとね。こんにちは。CM やったくん、ぜひお待ちしています。何が食べたい？今かラーメン食べるか分からんけど、今の気分はラーメンです。マカちゃんはね、九州にいた頃はマジストック絶対にあったけど、今はない。高い、名古屋でマカちゃん買ったら。こんにちは。今日の給食、フライドチキン、フレンチサラダ。何そのおしゃれな給食。みんなちっちゃい頃給食で一番何が好きだった？ゆねはアセロラゼリー。こんにちは。ソフト麺って何？何ソフト麺って。何、東海地区の食べ物？カレーか。給食のカレーね、好きだったな。でも人参残せなかったから嫌だった。人参マジで食べきらないのにさ、絶対残しちゃダメだったから、給食当番の人に念を送ってた。人参入れるなよって。全く伝わらんかったけど。うどんにもパスタにもなるやつ、何その有能な麺。そんな麺あるの？聞いたことないんだけど。何、そんなソフト麺とか食べたことないよ。九州の人いないの？九州の人ないよね、そんなの。ほんとあれ好きだった、皿うどん。逆に皿うどんとか寝ない？九州だけ？長崎が近いからかな。皿うどんめっちゃ好きだった。太麺とか食べたことないよ、そんな食べ物。皿うどんない？めっちゃ好きだった。麺で言うと皿うどんが一番好きだったな。あれは麺なのか、麺だよね、パリパリしてるけど。サラダの好きだった。なんかあんかけのスープがあって、それにパリパリのサラダを自分で割って入れて食べるみたいな。あって、めっちゃ美味しかった。好きだったな。そう、美味しい。それが多分九州では割と普通な食べ物だと思う。普通な食べ物って普通な給食。あ、リンガーハットめっちゃ行ってた。リンガーハットって九州？え、どこでもあるよね、長崎ちゃんぽんね。何
まあね、リンガーハットのねチャーハンがマジで美味しい。大好き、リンガーハットのチャーハン。もちろんちゃんぽんもサラダも美味しいんけど、リンガーハットサラダの好き。サラダのとチャーハンかも、リンガーハット行ったら。いや、ちゃんぽんも食べるな、気分だな。訂正します、もうサラうどん率が高いかも。サラうどんとチャーハン率が高いかも。え、そう、リンガーハットのチャーハンガチ美味しいもん。マジ食べてみて、マジで美味しい。めっちゃ私の好みなチャーハン。チャーハンってこのチャーハンめっちゃ好きっていうチャーハンない？カイニャンさんも多分好きで知らんけど。でも、ね、食べたことあるやろ絶対、リンガーハットのチャーハン。私はマジで好き。九州にはねしょっちゅうあるやん、イオンとか行けばどこのイオンでもある。大体美味しい、マジで。一時期さ、話したっけ、フードコート爆食にハマって、一日フードコートにいるの。一日ってとこ何時間かで、なんかひたすらフードコートにあるものを食べ荒らすっていうのをにハマってた時期が。やばいよね、まずマック食べて、でケンタッキー食べて、うどん食べて、クレープ食べて、またケンタッキー食べて、ローストビーフ食べてみたいな、ブワーって一日でそれをやるのが幸せ感じてた時期があった。結構異常。聞いたことある？言ったことある？マジで、なんかその時は異常な胃袋を持ってて、聞いたことあるっけ？ループしてる？嘘、ごめん、耐えて。何に耐えるのかは分かりませんが、まだループしてんのかな。あ、食べ物がね、なるほどね。マジでね、ずっと食べてた、楽しかったな。でもなんか強敵とかっていうより、うどん食べればなんかリセットされるから、うどん食べて感じでね、ずっと食べてた時期があったんだよね。あ、ケンタはね2回出てくるもんよ。ケンタはバーガー行って、ケンチキン行くから、そういうもんよ。で、ね、間違いじゃありませんよ。マックはね、なんかソフトツイストだけ頼んだりする。マジ美味しい、マックのソフトツイスト。サラダはね食べますよね。でもサラダが嫌いじゃない、全然大好き、全然大好きだけど、そういう日は食べないよね。やばい、アイドルじゃない。学食もうどん大好きだって、安いからね。なんかさ、学食のさ、うどん大学生の頃さ、1年生の時はさ、なんかおばちゃんにさ、学食のなんか大盛りにしてって言ったら大盛りにしてくれてたので、なんかイエーイみたいな、大盛りにしてもらったけど、2年生ぐらいになったら大盛りさ
プラス100円取られるようになって、おばちゃんおもりにしてて100円払ってって言われて、えー、みたいな、じゃあ嫌って言っていいよって大学時代絶対ちょっとその100円プラスの要因に私も加担してるよね。めっちゃマスカラ塗ってるとき真剣。でもなんか大盛りにしてって言って嫌だってなって、100円取られるならもういいってなったらさ、天かすならただ焼きいっぱい持ってきって言って天かすいっぱい入れた。学食のうどん何円、200何円とかじゃなかったっけな。そう、天かす美味しいよね。天かす大好き。いい感じ。冷やしうどん食べたの？冷やし中華か。冷やしうどん。でもアズビルさんのさ社員食堂がマジで美味しそうすぎてめっちゃ羨ましかった。めっちゃ安かった。そうめっちゃ美味しそうで、メニューが見てください、動画多分載ってる、見てない、私は見てないか知らんけど多分載ってたでしょ、食堂の様子載ってない。え、チーク塗りすぎた？マジで美味しそうで、めっちゃ美味しそうなのに割とお得な値段でさ、めっちゃいいじゃんって思って、2つ食べようとしてたのよね、やば、と厚かましいやつだ私は。無意識で2つ食べるって言ってるんだろうね。全然2つ食べるとか言ってた記憶ないもん。本当にね。ひどいね。え、マジで2つ食べるとか言ってんだ。全然そんなこと言った記憶ないんだけど、担当の方もね、笑顔でね、本当にありがとうございます。多分ボケで言ってたんだったら覚えてるの、多分本心で出てるから覚えてないよね、そんなこと言ったこと。
でもマジで美味しそうで、なんかハンバーグとかあったり、なんか豪華なプレートみたいなのあって、全然マジで毎日食べたい、ちゃんと毎日食べたい。でメニューもなんか変わるんだって毎日。すごくない？うん、シェーディング、まあ、いっか、やらなくてめんどくさい。よいしょ、ヘアアイロンします。え、そうな、日替わりメニューなの。みんなも、みんなの社員食堂どんな感じ？みんなあるの社員食堂って。わかんない私、普通の企業でお勤めしたことないから。巻きません？今日はストレートです。妻の手作りお弁当最高じゃん。何その幸せ。コンビニね、コンビニのご飯でも美味しいもんね。テストキッチンって何？スガキヤのラーメン食べたことないの。ずっと食べ行こうと思うようやけど、まだ行ったことなくて。ソフトクリームが美味しそうだよね。毎日お昼は自分で作った給食。え、素敵。洋食が人気？でも確かに SKE の弁当も和食と洋食あったら洋食がすぐなくなるかも。お肉と魚あっても肉がすぐなくなる。巻かない、ただストレートにしてるだけ。綺麗にストレートになりますように。髪の毛マジ伸びた。ケータリング羨ましい。確かにケータリングマジで最高。最初見た時マジでテンション爆上がりだった。今もテンション上がるけど、最初爆上がりだったマジで。え、おみジュース好きなの選んでもただなんですか？好きなだけ飲んでいいんですか？衝撃だった。休憩中、お仕事お疲れ様。みんなこの時間12時台が休憩。豚の角煮ラーメンってやば。名前言えば美味しそう。豚の角煮大好き。
13時まで休憩。お昼長ちゃんいいね。長崎ちゃんぽんのこと長ちゃんって略すのさ、うちの家族だけなんやか。カイニャンさんも略すかな、長ちゃんって。原家だけなのかな。原家だけ。え、カイニャンさん言わないかな。でもちゃんぽんが当たり前に長崎だもんね、カイニャンさんからすれば。え、でもこっちもそうか、九州の人からしても長崎以外のちゃんぽんないもんな。ミユさんみたい。原家だけか。リンガーハット行くじゃなくて長ちゃん行くになる。佐世保ハンバーガーのイメージ分かんないけど、そんな詳しくないけど。気をつけてね。あ、やけど。リンガーハット確かにかまぼこうまいよね。うまいよねって言ってしまった。アイロンね、髪痛むよ。痛むけどね、しゃあない、やるしかない。このヘアアイロンさ、 SKE に入って初めてお給料をいただいたときに買った、自分のお給料で。ずっと欲しくて、これ SK 入る前からこのアイロンがちょっと高くて、初めてお給料出たときに絶対これを買うって決めてて、これを買いました。その部屋があったけど、そう伸びたんよ、めっちゃ長い髪の毛。リファです。そう、カールアイロンも聴覚した時にリファのやつを買いました。もうめっちゃ、もうちゃんと使ってる。2年、うん、このうちいいのかな、わかんない、何年ぐらい持つものかがわかんない。先まで美しい、ありがとう。こんにちは、かわいい、ありがとう。私何時からショールーム始めたっけ。1時間ぐらいやってる。準備よそう。1時半か、ありがとう。こんにちは、お腹空いてきたな。いい感じにストレートになってきた。いいじゃんいいじゃん。今日朝起きたらめっちゃ髪の毛爆発してて、そう、あれみたいな、ドライヤーして寝たのになみたいな。なんでだろう。もつ鍋食べ行くの？いいね、おいしく食べて。
もぐもぐ配信しません、今日はしませんよ、もぐもぐ配信は。よいしょ、お弁当食べてるな、いいね。こんにちは。お、4日のトレード当たった。え、もうトレードってそんなすぐ分かんの？おめでとう。トレードってギリギリに分かるものなのかと思ってた。違うんだね。前髪だけソースプレーで固める。毎日あんの？へえ、そうなん。当日かと思い言った。毎日抽選？どういうこと？どういうこと？毎日抽選あってんの？毎日、いや、行けなくなったって人が2人出たら、じゃあ2人当てて、次の日も3人出たら、じゃあ3人当ててってこと？違う？よかった。ありがとう。来てくれるの嬉しい。あ、そんな感じ？そうなんだね。毎日正午にある。そうなんだ。何ルーレットみたいな、どういう感じ？当選しましたよっていうメールが来るってこと？全然仕組みが分かってない。今5枚、トレードに出た分の抽選5枚あるってこと？そういうこと。ね、座席が分かる。なんかそれでもうトレード出せなくなったみたいな、座席が分かった後にみたいな話は聞いたことある、ファンの方から。メールが来るだけなんだ。外れましたのメールは来ないの？当たった時だけ連絡が来るんだ。なるほどね。じゃあメールをめっちゃチェックしとかなんね。めっちゃ誘う時さ、なんか迷惑メールとかまで見てしまう。迷惑メールに入ってない、いや、ゴミ箱にもしかしたら入ってるかもしれんみたいな。わかる。いや、ゴミ箱に間違えてミスで行ってしまったんかもしれんとか思わんか。そう、もしかしたらみたいな、なんかのミスで迷惑メールに行ったんじゃないみたいな、見てしまう。ね、公演当日の12時ね、らしいね。なんか25日の分の座席も出てたんでしょ。なんか割とファンの方、ゆなの応援してくれてる方が前だったり、立ち見の方もいたりとかして、あ、そうだったんだって思ってた。また前で当たったらいいね、当たった方は。固めなくても、でも最近ね、キープ振る量を減らしてる。今日はね、湿気が多いからちゃんと振りかけますね。最近はでもね、前髪全く固めずに出かけることもあったりもする。そう、眉毛固めたりとかしとすと白くなるから絶対ダメだよ。気をつけます。
気をつけて。よいしょ、いい感じ。あとでヘアオイルを塗っときます。イケメン、私絶対男の子に生まれたらイケメンだったと思うんやけど、どう？絶対、え、これで男の子に生まれて背が高かったら絶対イケメンだった自信がある。でもね、運動神経が悪い気持てないかな。男の子ってやっぱりなんか運動神経がいい人が持てるイメージある。めっちゃモテる男の子に一日だけなったみたい。その気分味わったみたい。思ったことない？めっちゃモテる男の子に生まれ変わりたいみたいな。なんか一日10年ぐらいから告白されたい。モテる男の子になって。でもそんなに毎日じゃなくて一日ちょっと生まれ変わって気分を味わってみたい。なんか廊下歩くだけでキャーキャー言われたい。毎日がいい？リーナがキャーキャー言いそう。ね、イケメンに生まれ変わってみたい。え、イケメンに生まれ変わったら何にしよう。イケメンに生まれ変わったらサッカーしたいな。わかんない。でも絶対ね、運動神経は悪いよね。マジで運動できない。え、イケメンに転生した同期の誰を彼女にしますか？誰だろう。うわー、迷うな。迷う。ちょっと決めれないかも。全員彼女にしたい。イケメンに生まれ変わってもスケーターになりたい。素敵。どんな何回生まれ変わってもスケーターになってください。マキコさんとかさん、うわー、それも選べない。え、マジでちょっとスケイメンバーみんなを彼女にしたい。最悪。よし、できました。
プレーは後でかけます。いメイク完成ということで、ショールーム終わります。それではランキング読みますね。1位はさっちゃん。さっちゃんこのターンありがとう。あ、スクショタイムください。いいよ、ちょっと待って、リップ塗ってない。はい、終わり。はい、1位はさっちゃんさん、タワーありがとうございます。タワーありがとう、1位です。イエイ、タワーありがとうね、嬉しい、めっちゃ可愛いタワーをありがとうございます。さっちゃん1位ありがとう。2位はのりたかさん、2位ありがとうございます。3位はあっきーさん、3位ありがとう。4位は群馬のたーちゃん、4位ありがとう、誕生日おめでとう、素敵な一年にしてください、ゆねとともに。4位はすぶたんさん、4位ありがとう。5位はあら違う、5位がすぶたんさん、5位ありがとう。6位ズッキーさん、6位ありがとう。7位はエイジさん、7位ありがとう。8位はパンダくん、8位ありがとう。9位はセイヤンさん、9位ありがとう。10位はケンボウさん、10位ありがとう。11位はプータローさん、11位ありがとう。12位はサワッチさん、ありがとう。13位は GF 長官さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとう、ゆねちゃんに会える機会を逃さないように体調管理頑張ります。ありがとう、たくさん今年も会えること願ってます。誕生日おめでとう、かわいい、ありがとう。またね、おはよう、お疲れ様、お仕事あと少しだった、ありがとう。またね、バイバイ、ありがとうございます、お誕生日おめでとうだよ。またね、バイバイ、お仕事この後もみんな頑張って、じゃあね、バイバイ。